こんんにちは、吉田さん、まあ、未来のことは分からない。これは本当にそうだと思うんですよ。未来のことが分かってる人はあんまりいないと思いますし、将来こうなるんじゃないかなっていうふうに想像することはあっても、それがそのまんまね、ま、えー、っすぐ来ることはあんまりないと思います。むしろですね、思っても見ないようなことが起きるっていうのが、まあ、未来ってもんじゃないかなと思うんですよ。私ね、幼い頃ね、あの腕時計があるじゃないですか。その腕時計にこうやってね、 ももしもしって通話してるような画面を見たりとかパカッと開けてここに画面が映ってで向こうの人と会話するみたいなね腕時計型のコムリンクっていうらしいですけども通信手段がまあメインになると思ってたんですよおそらくですねいろんな SF それから未来を描いたアニメーションでも、まあ、こういうふうな形が多かったんじゃないかなと少なくともねスマートフォンで会話するような未来を描いている 年年前、30年前の漫画画や映っってなかったと思いますよ。私も SF やアニメが好きで相当見ましたけども思っても見ないような未来っていうのはこういうところにあるんじゃないかなと思うんですよそうなるとねどうしてねこういったものが思いついたのかなってことになっちゃうんですよさあ未来は予想できませんけども将来こうしたいなと思ってそこに向かって足元を一歩一歩積み上げると 遠くにに立ててた旗に達するることってできるんじゃないかなと思うんですよねじゃあこれから未来のことを考える時に何が起きるのかなとどうなったら困るのかなどういうふうに年を取っていきたいのかなってことを考えた時私はね10年後には確実に言えることは10歳年を取っているってことなんですよねだから10年分衰えているか10年分優れているかどちらがいいかというと10年分優れていたいですよね 人っていうのはね、なんか将来今問題になってることが解決できてんじゃないかなっていうふうな淡い期待を抱くんですけども、じゃあその解決に至るために今日は何やってますってなると急に答えに詰まるんですよね。いやそれは将来解決したいことだから今はやってないんですって言うかもしれませんけども、今やっていかないと将来に解決ってのは来ないんですよ。というのがね、10年後の未来があるとして、 自分が問題解決したい10年後にはこんな問題が自分の身に降りかかってほしくないなと思ったら今から10年かけてその問題をヘッジしとかないといけないんですよね10年後に問題解決すればいいって問んではないと思うんですよ、まあ、ですんで私は今から遡ることをまあ10年前ですよね確実に自分は50万円だったら体力は落ちてるだろうなと体力が落ちるってことは何をやってもすぐに萎えてしまうだろうなと思ったんで 体を作っていこうと思って、まあ、ジムに通い出したりね、え自分の肉体をもう一回作り直そうと思ったんですよ。それがね、おかげさまで功を奏して、今は割とね、元気なんですよね。えというのがね、40過ぎて私も子供を持つことになって、子供を持った時にさらに感じたんですよ。この子が何歳になるまでに、自分はね、この子を片手でひょいと抱えれるだろうかなと思ったんですよ。今私片手で20キロ、 ちょっと頑張ったら30キロは持てるんですよね。ダンベルをこういうふうにやるために。で、30キロだと長持ちしないんですけども、20キロ前後だったら、まあまあ平気なんですよ。じゃあ今、私自分の子供が1歳半で、13キロなんですけども、13キロの子供を抱えれるかって言ったら、楽勝なんですよね。片手でも楽勝、楽勝です。1時間ぐらい持てるんですよ。1時間以上持ったことがないんですけど、多分できるでしょう1時間こう抱えながら、あっちこっち歩きながらね、ショッピングしたりとか、 そそれからその辺ウォーキングしたりもできるんでですすよよ両手だっったらもっと簡単ですよねでこれは10年前に体を作っておこうと思って10年後のためにやり始めたことが10年後の今日生きてるってことなんですよねお金に関してもそうなんですけども年を取れば取るほど自分のやるべきことよりもやりたいことの方が増えてくると思うんですよそして今やらなければ来年は無理だろうなっていうふうに考えることが結構多いんですよね まあ実際来年もできちゃったりするんですけども、でも私はね、いつかね、47都道府県旅をしてみたいなと。世界一周は無理でも、日本一周はとりあえずしたいなと思ったんですよね。その日本一周がいつ叶えられたかっていうと、2018年から2019年です。当然ですけども、その時には私は一切の義務がないような1年半なり2年を持っておかなければなりませんでした。当然会社に通ってる、もうそんな暇はありません。で この2年間ですね極端な話1円もも稼ががななくくててお金はどんどんん入ってくるようにしないと旅ができないんでですよでもおかげさんで旅をしてもちゃんとお金が入ってくるような形にこうう情報発信を通じてね作ることができたんで旅を続けながらも自分はあ収入を枯らすこともなかったですし時間が来たんで帰らないといけないってこともなかったですね。 でもそう考えると日本一周47都道府県っていうのは、うん、私みたいにお金と時間の不安がなくても問題がなくても1年半ぐらいかかるんですよねそう考えたら普通にはお勤めされていて将来定年退職したら日本一周をみたいなことをね掲げてる方いらっしゃると思いますけどもいや結構大変だよと思いますねうん。 一泊なり二泊なりしてきた私。だから余計に時間がかかったのかもしれませんけども。まあでもね、うん、その間ずっとこの動画のリレーも枯らすことなかったですし、むしろ、いろんな年から縫送できたのは、すごく喜びだったですね。それが一つの自分の日記書であり、記録であり、励みであり、人生だったかなと思います。自分の長い人生の中で、YouTube というものの中に記録があり、 私が励みになったのは確実に一人は見てくれる人がいるってことなんですよそして見てその後返信が来るってことですよねそれは誰かというと吉谷さんなんですよ生涯でたった一人でいいんですよこういう人が見つかるのはもちろんゼロ人でも全く問題ないんですけどもできれば自分の人生の読者さん視聴者さんっていうのはいてほしいなと思いますよねそしてその自分の人生を見てくれてる人 の人生も自分が見ていたいっていうのが、まああればなと思ったところに、えー、まあ吉谷さんみたいなね、関係の人がいて、私はまあすごく幸運だったかなと。いろんな意味で幸運だったかなというのは、その情報発信、インターネットを使ったビジネスっていうものに私がピンと来て、それを始めたその日から今日までやり続けてるってことですよね。でもまだたった8年です。ですんで、まだまだペーペーだと思いますよ。 でもそのペイペイの私でもペイペイ祭りじゃないですけどねお金と時間の不安は全くないですもんね全くないですね、うん、というのがお金が全くなくなったらどうするって言ったら「いや別にまたゼロから構築すればいいんでしょう」うということですからねでしまいにはあの自分の体でも欲しいと思ってくれてる業界はまだ多分あると思いますしねこれだけの体力や気力やそして何よりもね吉田さん 情報の流通はむちゃくちゃ多かったんじゃないかなと思うんですよ。インプットとアウトプットの量は、おそらく、同じ会社に出社して、同じような作業を毎日繰り返す人よりは、かなり多かったんではないかなと思いますね。うん。まあでもこれはね、同じ会社で同じような作業をしてる人が、無知で無能ってわけじゃないんですよ。その人は、その一つのことをものすごく掘り込んでるんで、超専門家だと思いますね。その道に言わせれば。で、私は、広く浅く、 の方で、えーまあ、あっていうことかなと思いますしその広く浅くの中で自分が最もね力を込めているものに深掘りしていくってことができたのかなその一つがアフィリエイトであったりとかね転売であったり FX であったり暗号通貨であったりみたいなことで、えー、まあ私はサラリーマンの経験もありますけどもサラリーマンをするようなあサラリーマンをしていたような経験で得られたものは当然ですけどもないんですけども サラリーマンをしなかったらできただろうってことは何点かこういうふうにね今みたいに拾うことができたかなと思いますね。えそして私はマージャン店を赤字で経営していてねその頃から見ている吉田さんがなんだこいつと思われながらもなんだこいつみたいに、ね、なってるでしょということでまさに人生の証明ね久保哲郎エホバの証人ですか。エホバのの証人っていうのは あのエホバがいるよってことをね述べ伝える人なんですけども吉谷さんは久保哲郎の証人というね久保哲郎は麻雀店の親父からクローンブック買ってあの嘲笑ってたけども今笑えなくなっちゃったよみたいなね、うん、ありますよねまさか私がね投資の利回りで食ってるようになるとはね、うん、あの結局ね投資でまだキャッシュアウトしてないんですけども投資関係で、えー、蓄財した要するに蓄積した財産っていうのも1億円超えたんですよ吉谷さん。 アフィリエイトを中心にインターネットビジネスで作ったお金も当然3年間でね超えましたけども投資も2017 17年から171819225年間で1億円最初はね失っていた年もあるんですけどもねアフィリエイトや情報発信とか YouTube 活動でそれで即家の販売で得たお金がなくなっていくフェーズもあったんです最初のね1年とか2年はね投資でむしろ失ってた時期ですね うん、でもその投資で失うという必要経費を取り戻してあまりある利益が今1億円を突破したかなというところでね投資でも1億円作ったぞと思いましたねうんで私は人,の人に対して商品売ってないんで吉谷さんみたいに売るのが得意ではないですし値上げした商品がどこまで売れるかちょっとやってないんで分かりませんこれもだからね似たような感じでサラリーマンをずっとやってた人にはやっぱりそのサラリーマンの世界ではかなわないですね私はね だけども広くビジネスって世界では多くのサラリーマンを抑えて私はトップランカーに乗ることができるんじゃないかなと思いますねで同じように吉田さんみたいに自分のコンテンツをねものすごくたくさん毎月のように売っているって本当にねすごいと思いますよコンテンツ売って月間で300万とかねそれからこれをまある程度コンスタントに毎月200万とか売っていくと思うんですよちゃんとねやってらっしゃるみたいなんで 私はそのね、毎月毎月コンテンツを200万300万売るっていうのは、今の私の力ではちょっと自信がないなぁと思います。うん。まあ、売って売れないことはないと思いますけども、それをずっと続けていこうかなって自分のその、意欲がね、そこまで湧いてないだろうなと思うんですよね。うん。それはせいぜい2017年、18年ぐらいまで。うん。まあ、100万円の商品売った時に、大体こう、燃え尽きたとは言わないんですけども、まあ一定、言って、 のレベルまででやっったかなっていうところですよねそれから即果塾の販売を2018年ぐらいに1月に単月でやった時にあれ2,000万ぐらい出てますからね1か月ですごいなと思って1,000万超えておすげえなーと思ったんですけども集計したら2,000万超えていてね決算でえらいあ頭の痛い思いをした覚えがありますね <laughs> で2019年もまあその半分ぐらいやっぱ売れましたしね、うん、だからそう考えるとそのいろんなものに助けられてはいたんですよいろんな ね、えー、出会いとか商品とかノウハウにまあでもねなんか最もね助けられたのはやっぱり吉谷さんかなと思いますよねこれはね他の人ではできない吉谷さんからの私に対するメッセージであり教育だと思いますけども、まあ、それはですねお互いいいにやってるっててるこななんでですすよこれ以上強いものはないですねだからドリームアカデミーとかに入っていろんなノウハウで稼げてる人はいると思いますけども私はドリアカのノウハウそれからコンテンツ 言ってみれば全く見たことがないですでもそれを全部超越した誰もが到達できないたった一つのコンテンツ吉田さんの多分ねこれ最高峰のコンテンツですよそれはこの億万長者合宿のリレーをやるってことですよね <laughs> いやこれこれが最高のコンテンツじゃないですかドリアカの最終試験もう最終兵器最終奥義で店員1名しかこれはできませんみたいなねでそこに私はいるんじゃないかなと思います逆に即下塾の最高カリキュラムは このリレーを1万回10万回を目指してやることってやつじゃないですかね。うん、いやこれなかなか面白くないですかで私もね負けず嫌いだからやってる面もあるんですけどもでもどっちかっていうとねこれもうすでにこのリレーってのはやってるって意識じゃないですね。なんか知らないけどね。な何でしょうね。あの毎日の日課でコーラを飲むみたいなねそんな感じですよね。冷蔵庫を開けてパソコンの電源を開けあげてとりあえず飲んでスタートしようかなみたいなね。 その途中で喉が渇いてきたから、で、コーラが補充されたから、うん、飲むか、みたいな感じですよね。それをずっと繰り返してみたいな感じですね。まあ、月風も出ないです、まだ。<laughs> で、他の方にもこういうふうなリレーを持ちかけたりするんですけども、まあ、続かないですね。よく頑張って1年ですね、うん。だから1年生で退学みたいな感じですよ。もしくはペースがガタ落ちするか。うん、私はね、どんとこいですかね、こういうね、リレーがね、まあ、同時に100人とかやっても全然いいんですけども、 まあ一人ですねなか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 ですねこの YouTube 活動を後回しにしてもっと大切なことがあるのかもしれませんけどもお金と時間とその問題を解決するためにはあ最も最短で最も楽な方法はこの YouTube のリレーをバン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 することだと思いますね。まあそれはね私がインターネネットビジネスを始めて これが自己アフィレイとかって知ったその瞬間からこれを始めてですね未だに YouTube 活動をやめてないっていうところにもありますし YouTube の環境は昔から比べるとねどんどん良くなる一方ですよね何最初は YouTube ってアップロード時間かかったりそれから動画アップロード形式にも縛りがあったと思うんですよ、まあ、ですんで最初はちょっと厄介でしたねであの何ですかねギガ数とかも何とか放題っていうのがいまいち使い切れてなかった時なんで金もかかりましたしね 今はねそんなこと全くなくってだんだん良くなってきて途中では YouTube から報酬ももらえるようになったりとかね広告の制度ができたりとかそれからサーバーも強化されてほとんど今 YouTube って止まらなくなりましたねくるくる再生も止まらないしアップロードの受付が止まることもないしすごい、うん、だから私の YouTube 環境私たちの YouTube 環境よくなる一方でそれに比べてあの収入もね爆速ですよ 多分、サラリーマンお勤めの方で、8年間で給料が10倍になった人ってあんまりいないと思いますけども、いや私はも,もう、YouTube の活動を通じて、所得は、まあ、10倍みたいな感じですよね。正確に何倍なのかはかってませんけども、どうですかね、単月で2000万。ね。10分の1で200万ですよ。20分の1で100万ですよ。20倍ぐらいになってますね、これ。ね、楽勝で。マイナス月収100万の私が、 YouTube、インターネットビジネスに出会って、今やそこまで来てるという回答が一つここにありますえ。そして前回のね、動画でも吉田さんは言われてましたけども、あの、この暇であるってことが何よりの証明ですよ。お金も時間も手に入れてなかったら、いわゆる暇でなかったら、こんなね、YouTube できますかってことなんですよ。まあ、だから仕方ないなと思うんですよ。ほとんどの方が YouTube のリレーが続かないのは。でもいつか暇になって時間とお金の余裕ができるようになったら、その YouTube のね、 こののリレーってももやるかもしれませんでもここも考え方逆なんですよ。あの、行動ができるから未来が変わっていくんですよね。で、現実、未来が変わったから、じゃあやろうかなじゃないんですよ。余裕ができてからやるんじゃなくて、やっていくうちに余裕がどん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 できていくって形なんですよ。作業増やせば増やすほど、忙しいようで暇になっていくんですよね。だ、うん、だからそれはただ単に作業の スピードが速くなっていくっていうところもありますけども、段取りもつけられるようになってくるんですよね。常に今やってる行動が次の行動につながっていくということなんじゃないかなと思いますしね。あ、ちなみに吉田さんね、最新のデータで40代、40代の人の40%が、4割がですよ、およそ半分が手取り20万円以下でやってるらしいんですよ。40代の方って言えば、その、稼ぎ始めて二十数年ですよ。 二十数年いろんな形で仕事や収入ってものに突き当たりながら毎日お金のことを考えてきて月収20万以下ってねすでにアルバイトみたいな、うん、稼ぎ方になっちゃってるんですよねいやこれについてはなんかまたね、いろいろと考えていかないといけないなと40代私たちと同じような世代の人が20万以下で1か月を暮らしてるというね、うん、それは目指してそうなってるんですね 人もももいるかもしれませんけどもできれば所得は30万40万と上げていきたいと思ってるんじゃないですかねだってこの有効労働人口っていうんですかねお金を稼いでる人の人口日本で6000万人いると言われてるんですよ六千万人ねその平均が430万ですよ平均年収ねだから20万いってないってことはその半分ですからねどうなっちゃってんだと思いますけども、うん、それを突破するためにまずはこういった テクノロジーを使ってみるってててみみることととかから始めいいいいんじゃないかなと思いますよね少なくともあの古いテクノロジーでうまくいくってのはなかなか難しいですよ YouTube 一つでも私が始めた8年前と同じね YouTube の処理レベルだったら多分今あんまりうまくいってないんじゃないかなと思うんですよねだから何事もなるべくなら新しくて快適なものを 使った方がいいいのかなと思いますし新しいところにはやっぱり人が集まりやすいので化石も集まりやすくなってくるのかなと思いますけどいかがですかね、うん、じゃあ3時過ぎましたねえっ、ー、と現在3時半でございます今日も営業開始しましょうかいってらっしゃい